厚生労働大臣は日本の厚生労働省の名がたる国務大臣。厚生労働省が所在する中央合同庁舎第五号館日本の厚生労働省の主任の大臣である。主として社会保障行政と労働行政を所管する国務大臣である。具体的には国民生活の保障と向上、社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上と増進。 労働条件、労働環境の整備などを所管する。また、厚生労働省の前身の一つである厚生省が、第一副院省、第二副院省の流れを組むことから、引上げ者、戦勝描写、戦没者遺族、ミキカンシャルス家族等の援護、旧陸軍、旧海軍の残務整理も所管する。中央省庁等改革基本法に基づく、中央省庁再編により、 2001年1月6日に厚生労働省が設置された。それに伴い、厚生省が所管していた社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生及び医療、老人保険といった社会保障行政は厚生労働省が担うことになった。また、労働省が所管していた労働行政も同様に厚生労働省が担うことになった。また、同時に 厚生大臣、労働大臣が廃止され、新たに厚生労働大臣が設置されることになった。同日付で第二次森改造内閣が発足し、衆議院議員の坂口力が厚生労働大臣に任命された。厚生労働大臣としての在任日数が最も多いのは坂口力である。坂口は第二次森改造内閣にて、 厚生労働大臣に任命され、以降、第1次、小泉内閣、第1次小泉第1次改造内閣、第1次小泉第2次改造内閣、第2次,次,次小泉内閣と、敬語内閣連続で、厚生労働大臣を務めている。なお、坂口は細川内閣で、労働大臣を務め、第2次、森改造内閣で、厚生大臣と労働大臣を務めた経験も持つ。 ついで、安倍内閣の塩崎康久、田村の久、舛増添洋一と続く。厚生労働という名称は、小渕第一次改造内閣当時の中央省庁等、改革推進本部にて、新たな証明を検討した際、内閣総理大臣の小渕慶造により命名された。英語での故障については、ミニスター・オブ・ヘルス、レイバーウェルフェアとされている。2012年10月10日、 厚生労働省にて開催された健康保険組合関係功績者厚生労働大臣表彰式で講演する桜井光厚生労働副大臣。ありがとうございます。